カイロ大学講師で当センターの客員研究員でするアマル・リファート先生よりご講話をいただきます。私は本日の司会を務めさせていただきます当センター特別研究員の阿部と申します。よろしくお願いいたします。講演に先立ち簡単ではございますが、まず私より先生のご紹介をさせていただきます。先生は1968年にカイロでお生まれになり、カイロ大学ファカルティオブアーツの日本語学科に進まれ、そして1990年にご卒業されました。その後同大学でアシスタント業務等を経て日本の信州大学の修士課程に進まれ、2000年に修了されております。その時の研究といたしまして、今昔物語とアラビアンナイトにおける自然、とりわけ水の比較研究といったテーマで学位論文を出されております。その後カイロに戻られ、カイプロ大学において日本語学科の助講師として2000年に勤められ、その後東京大学の研究員として2006年より勤められております。その後17世紀の日本の知識人に関する研究により博士学位 PhD を取得されております。研究テーマといたしまして、霊魂観と世界観、特に平田篤胤と出口鬼三郎の世界観に向き合う日本的思考というテーマで研究をされております。その後、2007年より国際宗教研究機関メンバー、そして2009年よりカイロ大学の講師、そして2013年より当センターも含めまして同志社大学客員研究員として現在に立っております。先生はこのように日本社会における霊魂観、高い観、自然観、あるいはオカルト観、アニメ等をご専門とされておられます。その他のご活動につきましては配布資料をお渡しして配布資料をご確認いただければと思います。それでは、先生、森先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご紹介ありがとうございました。皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました。カイロ大学日本語学科の講師で、ただいま、同志社大学の客員研究員として活動しております。アマルと申します。一応、余るもので呼びください。余ってないけどね。意味としては、希望という意味なので、日本人にあたるのぞみさんと同じ意味の名前です。で、実はですね、年齢だけはちょっと言いたくなかったなと思いました。いや、それじゃバレたなと思いましたけど。で、実はですね、同志社大学の一神学、最低研究センターの場合は、やはり一神教の、世界にある、やっぱり問題とか事件、つまりキリスト教、ユダヤ教、それからイスラム教との宗教の社会に関わっている問題とか事件に関する課題をテーマにして、いつも公開講演されていると思いますけれども、今回は紛争とか事件ではなく、どういうふうに日本にあるアニメによってエジプトに活動しているか、どういうふうに向こうの遠いエジプトにはアニメを影響を与えているのかの講義になりますけれども、年齢は私今のところ見たところは大体10代、20代、50代まで60代の方々もいらっしゃると思いますけれども、一応教育のテーマはエジプトにおける日本の文化、もう後ほどさまざまはアニメの話をしながらエジプトの要素とか、我々のイスラム世界にはどういうふうにエジプトのアニメが紹介されて、どういうふうに若手がそれによってはいろんな活動をしているのか説明いたします。ちょっと緊張すると早口になってしまいますけれども、できるだけゆっくり話すように頑張っていきます。で、はじめとしては、メガモ若手の方々はこのキャラクターがご存じと思いますけれども、一応、日本のアニメの世界を示しているとするには、全く日本と同じように、同じような形でエジプトの方にも紹介されているものです。で、特にこの右側にある、2、3世のものもありますけど、で、今日の、私の、話を、ごめんなさい。内容と順番に言いますと、はじめのところにはなぜアニメ、それからエジプトの文化一体何なんだろう、それから次は、70年代とか60年代のカートンという言葉の世代と、やっぱり今
の世代のアニメという世代はどういう社会変動が見られるのかの話をした後、いつ頃からアニメをイジプトに入ったのか、普及と今の現状の話で、4番目は、アニメの少しアニメの歴史と、イジプトに、ある、あるトップ10の、アニメ、イジプトにあるトップ10のアニメと、特に今日のテーマはですね、アニメと関わるファンサイトも結構ありますので、私は今日の全ての情報は、オチの日本語学科の学生たちの許可を置いて、やはりさまざまな情報を皆様と一緒にシェアしたいなと思います。それからアニメを通してどんな文化、どんな日本の文化をが導入したか、それから、日本語コスプレとか、日本食の食文化などがありますけど、それもの話をした後は、若手はなぜアニメが好きに な,、なったのかの話と、あとまとめという形になります。できるだけまた、時間を守って進んでいきたいと思います。で、初めにですね、なぜ私は、アニメのテーマをしたかというと、実はですね、毎年日本語日本文学科、の、入学試験の時はですね、学生たちが日本語学科、に入りたいなと思った時に、面接があります。で、たまたま私は、大体2000年からずっと去年までにはその、面接を教員のメンバーの一人でした。で、大体、2000年頃の学生たちにもちろん日本語学科に入りたい学生たちはなんと300人まであります。で、我々は先生方がやっぱりその300人のうちにわずかに20人だけ選ばなければならない、選ばなければならないです。で、できるだけ我々も一番優秀な成績だけではなく、やはりなぜ日本語を勉強したいのか、そちらのところまではやはり面接をしていきます。で、大体18年ほど前の学生たちに、なぜあなたは日本語学科に入りたいなと聞いたら、やはり日本は先進国とか、日本の経済はアメリカとよく競争があるとか、私は日本語を勉強すれば、する機会があれば、やはり仕事を見つけやすいとか、そういった答えばかりでした。しかし、なんと6年ほど前にはね、同じ質問、学生たちに聞いたら、なぜ日本語を勉強したいかと聞いたら、アニメ。という言葉が一言だけで、で、アニメって何と、もっと私その時はアニメって何なんだろう、もちろんこっちの長男、次男もアニメ見てるけど、やっぱり子供のものとか、それが大したもんじゃないとか、すごく心の中に響いてて、何も言わなかったけど、でもアニメ、で、じゃあアニメは何、分かりますかと、はいはい、私はこれ、あれ、それ見てるよとか、それだけではなく、日本語の言葉も覚えたよとか、もちろん日本語しっかりしてる日本語ではなくだけど、やはりその様子を見てたら、あ、アニメは大事だろうかと思い始めてて、で、それだけではなく一人学生は次の文章を言っちゃった。で、アニメは、私の全てです。私の人生でと夢、もう本当に私はアニメのキャラクターまでなりたいと、アニメのキャラクターになりたいのと言ったら、本当にドキッとしてて、もう現実の世界とちょっと離れた世界に入ったではないかとすごく心配してて、その時から次から次に日本のアニメって何なんだろう、で、いつ頃から始まったのか、そういう形で勉強とか調べ始めたんですよ。で、その後はですね、じゃあ、もうそれはなぜ私はアニメを選んだか、きっかけとこうなりました。その学生たちのおかげで。で、次はですね、じゃあ我々エジプトの文化とは何か。で、アニメといえばもちろん日本のイメージもありますし、多神教徒の日本、それから、やっぱり神道系のものもあるとともには、ちょっと架空の世界、本当に現実な世界でもないとか、日本から見た神々の世界も含まれているものなんですけれども、我々エジプトといえばどういった文化を持っているのか、次になります。で、エジプトといえばじゃあ、もう一方的じゃよりも、皆方、今出席していらっしゃる方は、エジプトという国にどのようなイメージを持っていらっしゃるんでしょうか。はい、誰でもいいですか。答えはちょっと私は測定できるんだけど、はい、エジプトといえば何。はい、はい、どうぞ。ピラミッドとスフィンクス。はい、ピラミッドとスフィンクス。はい、そうです。それはもう当たります、もちろん。はい、神殿、その神様の崇拝されたところです。はい、あとは何ありますか。スフィンクス。もうそれも昔ね。もう今の話はもう5000年とか6000年ほど前の話。現代のエジプトはどうなっているんでしょうか。はい、イスラム教。そう、それが本当に欠かせない、一つの大きなエジプトでは今現在大きな文化と
発祥した、または栄えた文明、それだけではなくヨーロッパとアジアとの間にもそもそも重要なスエズ運河も流れているところで、そういった意味で我々の世界は日本と同じようにファラオ時代、つまり多神教徒の世界、それからギリシャ人、ローマ人、アラブ人、トルコ人、イギリス人とフランス人がチュコミンチ、エジプトをチュコミンチとして使われてて、こういった文化もエジプトにあります。でというのは別のまた言い方をすると、エジプトの中にはユダヤ、それからキリスト、イスラムリオムの3つの大きな宗教もエジプトにはあります。でもちろん現代になってて、イスラムの人口の大体9000万人のうちに 9%、90% ぐらいはイスラムの人で、あと残りの 10% ぐらいはキリストなんですけれども、ほとんど今になっててイスラムの文化の方が強い。ただし我々の祖先の多神教徒のまたちょっと影響もまだ残っています。こういった世界の中にはなぜアニメがそんなに普及してきただろうかと考えていくと、また次の話になりますけれども、さっきですね、その前直前としては、また事前としては何を勉強、皆様とシェアしたいこととしては、やはり、私の60年も先ほどそういう一つも紹介もありましたけれども、60年代以降はですね、我々が、やはりテレビを見ようと思ったらカートンという言葉がありました。カートン分かりますか？カートン、一応アニメの昔の言葉だったなんですけれども、私は、やっぱり週1回だけ、それが1時間の間の金曜日の朝午前中の10時から11時の間にやっぱりカートの拝見した時期でした、または拝見した、時間でした。その時はもちろん、週末の日々で、日でもありまして、やっぱり新しい週間のやっぱり楽しく、過ごすように1時間のカートンという、ドラマやアニメを見ました。今は、今の世代若手にカートンだよと言ったらすごく怒ります。いやカートンじゃないよ、それが子供大きいだけど私たちがアニメーション見てるよみたいな言い方までなってしまいました。で、私の世代の時は1週間だけ、1週間のうちには1時間だけは、やっぱり暗示させたような感じになりましたけれども、その時はですね、我々の、世界はですね、カートンよりも、またはテレビよりも自分の知識とか自分の思想、自分の見方はもうほとんど本から、いろんな本を読んで知識を追いました。価値観もやっぱり本を読みながら、自分の情報、いろんな情報も得て、それからもう何でも、本を読んで、それから内容を感動したり感化されたり、それから何らかの行動に 出ます。で、ほとんど、それによってはもちろん人々が覚えたりとか、全体の社会を変化、また変わろうと思った頃はほとんど本に頼ってました。しかし今の世代はですね、どちらかというと、やはり、自分の書物を読むよりもやはりアニメを見ることの方が自分の情報、自分の価値観が得られるようになりました。それだけではなく、やはり漫画を読むよりも、アニメーションの方を見た方が簡単とか、そういう形で全体の、日本もそうと思いますけれども、エジプトも学生たちとか、それからだいたい20代の学生たちは本を読むじゃなくて、やっぱり漫画を読むじゃなくてアニメーションを見ることに変わってしまいました。もうそういう形でエジプトの社会は日本とあまり変わらなく変わっていった時代です。もちろん今は SNS の時代とか、やはり電話よりも SNS を打つこととか、ほとんど発展してきた、日本はエジプトとあまり変わらない。もうピラミッドの、ものだけではなく、やっぱり日本の若手と同じようなんか都度も出てきた。で、こういった形で、我々の時代の時はアニメーションとかカートン見るのは1時間からやはり1日中、テレビだけではなくやはりネットを使ったりとか、それからもう一番最新情報もネットを通して見られるようになってしまいました。そちらのことだけは直前と事前としては説明したかったと思います。で、例えばですね、どんな有名な文学賞を贈った小説家がいても、やっぱり、ベストセラーになっても大体、その2300万部しか、上らないんだけれども、例えば日本の千と千尋の、ご覧になった人たちがリピーターを吹こうとはいえ、大体、観客的には、その映画も見た、またそのアニメーションを見た人たちはなんと2300万人以上とも言われております。
そういった形の日本の社会だけではなく、エジプトも同じく、千と千尋などの、ドラマ、アニメーションを見ている人たちがもいます。実はですね、私は漫画、アニメーション、近いうちまで私はどういう違いがあるのか全然知らなかったけど、学生たちに言うと、先生は漫画はやっぱり本になっているものですよ、アニメーションはちゃんと映像のものですよとか、それは個別としない世代からもうちゃんと個別するようになった世代に変わりました。で、私の、若い時の最も、有名なアニメーションとしては、アニメーションとかカートンと呼ばれるものとしては、こういった、キャラクターとか、やはり、こう冒険とか、それから、トマトリー、それからアメリカの、ものとか、それから、それアラビアナとのシーンでは冒険と呼ばれる、アニメもありました。それが週1回しか見られなかったものなんですけれども、それが我々の世界のキャラクターでした。で、内容としてはすごくロマンティック的なものだったとか、それから穏やかな内容ばかりですよ。冒険とか想像力の結構あまりなかったというよりも、すごく穏やかなアニメです。カートンでした。で、もう本当にもうすごくロマンティック、シナフォールというものの、ロマンティック、も、ありました。じゃあ、いつ頃からアニメがエジプトに入ってた、または、普及してきた時期はいつ頃だったかというと、これとですね、世界と同じく、1998年頃には、ポケットモンスターがエジプトに、紹介されました。で、その時もそんなに時間的にはあまり長くなかった、先ほどと同じように98年頃といえばやはり決められた時間で、カートンとかアニメーションが放送された。しかし2000年頃にはスペーストーンという、衛星の、チャンネルが出てきました。スペーストーンってスペースはスペースですよ、宇宙という意味ですけれども、トーンはですね、カートンのトーンから捉えた言葉で、こちらは、ドバイのエミレーツで、放送の開始を始めました。その時は2000年頃に、放送を、始めた時にわずかの 6時間だけでした。で、その時は、やっぱり日本のアニメだけではなく、イギリス、アメリカなどのアニメも放送されました。で、もしかし、しかし、どちらかというと、こちらのスペーストーンというチャンネルが、幼児向けの教育とともには、ちょっと大人っぽいの、大体、20代のものも放送されていて、日本のアニメ、最も有名なアニメと言っても過言ではないと思いますけれども、セラーモンとか、それからシャーマンキングとか、ワンピース、それからソニック X とかハンティング・リハートなどの、アニメーションも放送されてきました。だから、そのアニメの世界の始まったのはそのスペーストーンの、チャンネルができてから、それが一つの大きな原因となりましたと私は思います。もう一つの原因としては、日本と同じようにやっぱりインターネットの、使っている人たちは急速に、普及し始めた時期となりました。で、ちょうど2004年頃には、エジプトに、インターネットを使うようになりました。で、その時から、2011年の、ITO と呼ばれる国際電気、通信連合の最新情報によると、世界中ももちろんインターネット普及し してたとともに、エジプトにもそのネットユーザーがなんと5000万人以上あります。で、それが我々の人口の間にはだいたい人口に当たる 60% ぐらい以上使っています。もちろんほとんど若手ばかり、もうだいたい50代とか、60代以上の人たちはあんまりネットは使えないなんですけれども、ほとんど若手ばかりで、この若手がやっぱりテレビの番組から離れてて、ちょっとどちらかというと自分の世界に入ってきてしまいます。つまりアニメの世界で、どうなりました。だからもう簡単にネットで自分の、調べながら何を見たいのか決めておいて、それから出たんです。というのは日本のアニメーションもだいたいその2つのスペーストーンという衛星チャンネルと、あとインターネットを、簡単に使うようになってから、やはり日本のアニメーションも普及し始めた。で、もう日本のアニメーションの話をする前には、じゃあ簡単に、エジプトのアニメの歴史も簡単に紹介していきたいと思います。これだけはどうしても痛くて痛くて紹介しますけれども、実はですね、エジプトのアニメーションはもうずっと昔からあったと私は思います。こちらの映像だけに、映像とかそれが壁画、それが自分で撮った写真なんですけれども、こちらの壁画は残念ながら大英博物館にある絵なんですけれども、この絵だけ見ればやっぱり見ることだけでこちらの、その
になった時には自分の奥さんとともには何か彼の要素とか、それから、花の要素とか何か動きを感じられる、景気画は結構エジプト、古代エジプトの方にもあります。それは事実です。で、残念ながらもう一つの一枚を紹介したかったけれども、写真が多くて見つからなかったけど、本当は、女王様の一つの神殿の方に労働者が早めに覚えている 状態でした。で、本当は一人なのに彼らたちはカベリリーフの方に何人も描写して書いてあった、壁もありますけれども、残念ながら実際にその写真がなかったけれども、で、ほとんどエジプトのアニメとかエジプトの、動き猛使に感じられる、時代はこちらの、ファラオ時代からもありました。つまり今から4500年前もエジプトの方にも、アニメもありましたかなと思いました。ぜひエジプトまで足を運んでいただいて自分で見てください。本当はアニメかどうか判断しても、本当に覚えてるような壁でありながら、あ、覚えてるなという感じもするものが多いです。で、実際にはエジプトのアニメ歴史はどこから出発したかというと、本当に1935年までに遡ります。その時は、ロシア系のエジプト人のフランチン、という、兄弟がいて、この人たちによってなんと15分ぐらいのミキの、弟という、キャラクターも創造します。その一番右側の方です。で、これは1935年頃の、放送された、アニメーションです。で、その時はアニメーションは、どちらかというとやっぱり清エコという形とか広告、つまり、ちょっとコマーシャルみたいな感じで結構エジプトのテレビも放送されたそうです。で、それが35年からずっとアニメの、やっぱりアニメの活動も、ストップされてしまって、それから、この2人、モヒという、人たちが1965年頃にはエジプト初のアニメーションスタジオも定めた人たち、エジプト人でした。で、その時はなんと彼らたちが1800点ぐらいのアニメーションも作られました。1800点といっても、前夜そのコマーシャルも見せたかったけども、残念ながら、ちょっと待って、挑戦してみます。もうネットが今飛んでますので、どんなものを出したかというと、こういう形のものでした。
ら大体、日本語 の、ものとなってますけれども、1800部の、ものといってもそれがやっぱりほとんど広告とか、子ども向けの、向けの教育、になるような。
ものとなっており、ご覧の通りもエジプト人と思わないほど、こんなコスプレもやっております。で次はですね、初めとしてはですね、それが初めなんですけれども、じゃあ、アニメと関わっているファンサイト、ごめんなさい、前、ファンサイトはどんなファンサイトがあるかというと、大きく分けると2つあります。1つは抜擢的な、抜擢誰でも参加できるものです。でそれからもう一つは、クローズの、つまり彼らたちだけ、そのアニメの好きな人たちだけという2つの、グループに分かれることができます。私の実はですね、調べれば調べるほど、もう次から次へ、ガリバーみたいな形になってしまいますけれども、先ほどの、学生とうちの長男の、力を借りて、結果、どちらかに最も有名な、アラブの、またはエジプトのサイトとしては、お絵に書いてある、アラブアニメファンがあります。そちらの、フォロワー、ライクのいいねとしている人たちが257,933人です。実はですね、私はこの、こういうのを作ろうと思ったのは、6月の1日。1日です。その時にフォロワーは、やっぱり25万人でしたけれども、ちょうど、1週間ほど前にまだもう一回チェックしようと思ったら、なんと28万人、2039人になりました。その時やっぱり、あ、ここには増加してるかなと思いましたけれども、何なんだろうと、それもやっぱりちょっと疑問持ってました。で次は、第2番目の、すごく有名なアニメのファンサイトとしては、アニメ愛好家という、それがエジプト人だけの、フォロワーになりますけれども、1日に、57万人ご来園でしたし、それから、そのレポートが、また講演会作り終わったら57万人、そんなに増加してないなんですけれども、こんな形でフォロワーズは、やはりすごく多いということも分かると思います。で3番目はアニメアラボがあります。で下に書いてあるの、アメージングアニメも、エジプトとアラボだけの、フォロワーとなってますけれども、11万人おられます。で、B のところはですね、それからこちらからは、やはり、アドミンがエジプト人でもなく、それから、エジプト人でもなく、アラブ人でもなく、パキスタン人とかイラン人とか、さまざまな国のまたアニメの好きな人なんですけれども、見てみると、また同じメンバー、つまりエジプト人とかアラブ人がこのメンバーの、1人とか2人になってますので、ただ念のためだけ書きました。で、こちらは、ファンサイトの、もう集めたものなんですけれども、じゃあファンサイトから何を分かるかというと、私はほとんど、1番3つの、アニメの、ファンサイトを、もう検索しながら分かったことはこちらになります。友達からの、アニメの情報も手に入れるし、それから意見交換、それから、放送、また放映時間、もう例えばこの時間だったら、新しい、情報も入りますよみたいな、チャットもできてるし、またディスカッション、議論みたいなものがあります。で、おすすめの、漫画は何があるのか、この漫画はもうダサいみたいな感じとか、この漫画はもう長編文みたいな、本当ですね、不思議なのは、日本語でアラビア語の文字で日本語で書いてある場合もあります。で、超ベリーゴーストのままアラビア語の文字書くのは何なんだろうと思ってたんだけど、一応そういう議論もありました。で、ストーリーの予想などの情報も交換もするし、ラスト、URL、それから BGM わかりますか？それがブラック、バックグラウンドにある音楽の説明とか、何がいいか何が悪いかとか、すごく細かいところにまでには、それからもちろんイベントはいつがなるかなどの情報も書いてあります。で、こちらはファンサイトの事例になりますけれども、ファンサイトはご覧の通りアニメファンアラとか、そちらはアニメマグネス、すごく狂っているという意味のものです。で、こちらはアメージングアニメで、フォロワーはこのような形になりますけれども、こちらは非常に良いなと思ったのは、この好きなキャラクターとともには、やっぱり彼のスローガン、または彼の名義のアラビア語にして書いてあります。ここに何が書いてありますかというと、過去、現在と将来。過去はもう行っちゃったなので、別に考えなくてもいいです。それから、将来はもう心配で、現在は楽しく過ごせないなので、将来のことは、もう明日のことは明日、明日の風は明日吹くみたいな感じなので、現在、アニメを見て楽しみましょうみたいなスローガンが書いてあります。で、それだけではなく、もう一つのファンページのところから見ると、お祝いの
ございますと書いてあります。実はですね、ちょうど、我々は1週間ほど前までには断食の時期でした。でイスラムの年に1回ぐらいを、断食をしなければならない。でつまり彼らたちがその情報が日本のアニメを取り入って、それから勝手に解釈を、それから自分の文化と合わせてやってることが多いと私も理解できました。でこちらは断食明けにはやっぱり祭りがあります。3日がちょっとおととい、その祭りが終わったけれども、祭りおめでとうございます。でまた自分の好きなアニメのいろんな場面でクリップを、バックグラウンドにしてやっております。で、アイコン、イジコン、その愛好家の、ものの一つの大事なものがこれを見てください。誰でしょう、この人見てわからないでしょ。エジプト人なのか日本人のアニメのキャラクターなのかわからないほど、これは何かというと本当にアニメの、少女のアニメのキャラクターで、やはり我々はイスラムの女性たちはだいたい15歳になったらスカーフかおります。で、こちらはやっぱり実際にはアニメのキャラクターなんですけれども、スカーフかぶらせてもう描写されるものもあります。一番右なのはそれがやっぱりエジコンのイベントに、実際に出席した女性なんですよ。で、イスラムの場合は、大体普通に私みたいな感じのスカーフかぶってもいいなんですけれども、場合によってちょっと厳しい人たちが目まで隠す場合の人たちが、ただこの人たちがマフラーの服なんですけれども、ガリアたちがそうじゃなくてやっぱり自分の好きなアニメになりたいなと思ったら、こういった形で、やはり、作ってやっております。それもイベントの紹介みたいな感じの、ページなんです。で、イベントの事例は次のになりますけれども、イベントの紹介とともに何があるかというと、それが Experience of Education in general、 もし日本で留学したければどうしたらいいのかのイベントです。それがちょうど10月、今年の10月になります。それだけでは2018年のボクフェアが、年に1回ぐらいエジプトにも開催していますけれども、それの招待です。つまりイジコン、先ほどの関西語の人たちがこのイベントに参加しますよみたいなお知らせです。でこちらは、なんとエジプトの、第2番目の大きな大学、アイン・シャムス大学の方にもやはり、イベントを開催しますよみたいなお知らせです。でそれだけではなく、イベントの事例の一つとしては、自分が、有名となりたければ、今年の、12月の31日、つまりエジプト人がいやあそこまで計画を立ててやってないなのに、この若手がちゃんと自分の好きな、ものを見て、それからもう自分なりにして、またイベントがもう何ヶ月前に計画を立ててやっております。こちらは、日本語を勉強するための、サイト、それからこちらもサクラという また日本の風景を借りて、ジャパニーズ・ラングジ・レーニングセンター、つまり日本語を勉強するセンターとなっております。で、こちらはあなたは、もしアニメのキャラクターになりたければどんなキャラクターがいいかみたいな、またコスプレの、イベントとなっております。で、本当はイベントといえばジェンダーと関係なく女性男性とかって、こちらは先ほどの学生なんですけど、ご覧の通り日本の着物を着たり、それからこのカラクター、ごめんなさい、それとのカラクター私もわからないけれども、このカラクターになったり、コスプレはこんな感じになってしまいます。で、イベントは、もう最後のイベントだったんですけれども、カエル大学の方にも大きな、つまり1番目の大学と2番目の大学の方にもこういった、コスプレのイベントとともには、日本の折り紙も、一番右の写真は日本の折り紙も紹介しちゃうこともあります。こちらエジプト人なのか外国人なのかわからないほど、ナルトとか、ワンピースのマフィなどもあります。で、これをご覧ください。背景は何がありますか？ピラミッド。5000年前のピラミッドの麓には、グレンダイザーの、グランチャタリーズ・ボッグ・カルチャーという祭りも開催します。それが去年の、大体8月でした。本当に暑かったです。で、もちろんコスプレの、イベントもするとコスプレのグッズもやっております。例えばその、ま、みんなそのウェブサイトどこに置いてますかみたいなやり取りも、もう長くなんか500以上のツアーのツーがいろんな議論しながらどこにあるかとか、それがガッツだとかこういったものとか、それから、こういったその腕の編みも一ついただきましたけど、それが分かりますか？長男からいただきましたけど、このキーホルダーは愛、そちらは、大体
信じられないでしょ。もっとあります、もっとにどれもあります。こういった感じで自分の好きなサッカーのリバーボールとかセッカー選手、こちらのキャラクターと合わせて書いてあります。わかりますか。リバーボールとかレアルマドリードとかサッカー選手、一番優秀なサッカー選手はやっぱりこちらとか、もうキャラクターと一緒に自分の好きなスポーツも合わせてやってる。で、かこちらは、ちゃんとアラビア語に、もちろん、合ってない場合もありますし、一応翻訳してやってる場合もあります。で、こちらもちょっとロマンチックなシーンも、自分の好きな想像で、やってる。私この、ドラマを、あ、ごめんなさい、アニメ見ましたけれど、全然会話、今実際のアラビア語で書いてある会話と彼らたちに書いてある会話は全然違います。で、例えばですね、一人じゃないよ、あなたは一人で歩いてはいけないよ、次は私は一人じゃないよ、実はアニメの好きな人たちと一緒だよみたいな、勝手にこちらは実際の会話じゃないですよ。ただ私たちがこのようなファンサイトの方に一緒に会話すればことだけでは力を待って持ちますよみたいなアピールです。でこちらは、毎日と同じように日本語の言葉も教えているサイトとなっております。つまりこれは一つの小さなコミュニティになりました。で日本語はですね、で、実はですね、日本語と、日本語学習者の、きっかけは同期するものになりました。考察してみると覚えてきた日本語はこうなります。僕のヒロ、おい、お前、だってばよ、手前、いや、てめえ、やった、ずっと一緒にいて、一緒にいようね、みたいな、で、ハートマークとか。不思議なのは、こういったものは日本語で書いてるわけでもないよ。アラビア語で書いて描写されております。で、本当は、後でまた私の疑問にしますけれども、次はこういった言葉も、彼らたちは結構その会話の中には入ってあります。ただし、そのうちはですね、私はいつか日本語が上手に話せるようになるだろうと肯定感も見られました。結構当たり私の会話の中、もう一つは日本人をよく知るためには日本語を勉強したいな、こういう動機づけのものもなりました。つまりアニメは動機づけとまたその肯定感、日本に関する肯定感に変わってきました。で、音声ももちろん彼たちは音声記号は日本語となりましたし、場合によってその歌もそのまま日本語に流されております。で、通訳字幕はアラビア語になる場合もありますし、英語になる場合もありますけれども、彼らたちが全然違和感もなく、英語になってもその字幕は英語になっても平気ぐらいみんな聞いております。で、それがやっぱり語源用とか、いや、意味で引っかかったとか、それからそういった言葉も書いてあります。ただし彼らたちはどんな人物とかどんな時に誰に対して使う表現なのか使い分けて分からない場合も多いです。で、ちょうどその面接に出てきている人たちが私に「おい」と言われてしまう場合もあった。でそれが先生に言わないことだとか、それは全然知らずに、ただそれ彼らたちのアニメーションで見学として使いたい場合だけのこともあります。で、お前とも本当に彼たちはそのまんま使っております。もうポイントはアラビア語で表現することです。で、問題点となっているのは、学習したから場合に私たちがいろんな日本語の文化を教えたいなと思った場合ももちろんありますけれども、学習したからアニメに出てきた日本語フレーズについて質問されるとどう答えればいいのか分からない場合もありまして、あ、先生は私たちより日本語分からないなと言われる場合もありました。で、同期付けに活用したい、こともありましたけれども、もちろん彼らたち の、そのアニメに対する、同期を利用して、どうしたらいいのか、あとそれが最新情報、最新アニメはどうしたらいいのか、今の先生方が大きな問題とありました。私の経験から見ると、やはりアニメを使って日本の文化を教えようと思ったことがあって、隣のトトロと千と千尋の、トカミの隠しを使って、やったことがありますけれども、非常に良、かったけれども、なんかナルトとかワンピースと慣れた人たちがこういった全然違う感じになると先生つまらないので、これ以上やりたくない。私はいつ使ったかというと、日本文化の準備の時も使いましたし、それから通訳、じゃあ通訳を一緒に行こうと通訳しようとか、いや、あれは簡単だよみたいな感じになってしまってつまらないと言われてしまいました。で、Facebook のコミュニティはまたこれからになりますけれども、本当にディスカッション、彼らたちのディスカッション内容からアニメの
神々の世界が出ると、それが無言の世界の信仰ですよみたいなゲロマをして、じゃあ私たちがそのまま受け止めようみたいな感じです。つまり他人の理解した上でもう平気で受け取ったことが非常にいいなと私は思いました。で、あとですね、人気、最も人気のキャラクターは誰とか、誰に対する、誰とワンピースの、キャラクターに対する、ハンター、X ハンターのキャラクターとか、もうみんな比較しながら、それだけではなく、日本の音楽はこの道路の話もありましたし、デルの意味は何なんだろうと、一回ぐらいディスカッションのあったところもありました。で、アニメの分類の場合は、日本とあまりほぼ同じく、なんか少女のアニメ、コミックのアニメ、なんとかなんとか結構あります。じゃあ、ポイントはですね、こちらなんですよ。オタクの言葉。オタクは日本の場合は、もういい意味じゃないですよね。で、彼らたちはこのコミックを使っています。私は、このコミックを、それで翻訳して、こちらになります。彼らたちが、新イメージのオタクの言葉を使ったようです。で、彼らたちは1、2、3、4、5、6つとか8つのオタクの、言葉を使いました。彼らたちは賢いオタク。それから、隣には賢いオタクとは誰かというと、定義としては長いアニメの好きな人で、漫画も読む、アニメに関する議論もできる人だったらそれは賢いオタク。で、次はボールドオタク。じゃあボールドオタクは誰かというと、ナルトの好きな人、ほとんどのアニメも見られる、長いアニメも、問題なし、見られる、伝説、伝説のオタク、ごめんなさい間違えた、これはしたらいいのプロハルだけど、伝説のオタクというのはドラゴンボールの好きな人で、それが20ブラストと書いてた。これはもう全部私は順番にこういう形で通訳しましたけれども、あとロマンチックなオタク、それが女性の、女性でもう必ずロマンチックのオタクといえば女性にならなければならないです。つまり男女と関係なくオタクになったらもうすごい分離の仕方をやりました。ロマンチックでアニメの学ぶ学校系の人だし、それもちろんアニメの好きな人で、新世代のオタク、それが批判的な行動をやってるオタクとか、それからこれは麻痺、その麻薬を飲んでるオタク、それがコミック好きなオタクで、それからもう現実的なオタクといえばコナンとかデスノートの好きなオタクという形になります。つまり日本にあるもうマイナスのイメージのオタクと違って、逆にオタクといえばいいものですよみたいなことで引き込んだ、もう引き込まれてるオタクではないです。で、こちらのコミックもまたありますけれども、上にあるものは、それがエジプトの俳優さん、すごく有名な、また人気の俳優さんたち。で、何が書いてある、私はオタクになるためにはどうしたらいいですかみたいな、疑問に対して、あなたは1週間の間に、ワンピースを見なければならない。それから、ナルトも5日間、見なければならない。それから、ハンターは半日ぐらい見てたら、あなたはもう十分有名なオタクになりますよみたいなコミックで現れてきました。で、それがやっぱりオタクになるための条件みたいなコミックも、いや、それだけの写真に対しては1000以上のツアーもずーっと読んで、私はまとめてこうなりましたが、本当につらかったです。で、それまた、日本語、それからコスプレと最後になりますけれども、日本の、和食も、和食のレストランも次から次エジプトの社会に現れてきました。トップ10の、100点の、店の中に36点ぐらいは日本食と関わっているものもあります。で、その、お店もなんと日本の名前そのまま、何でも書かれているものです。寿司とかメライとかドライバーとか寿司バーとか、さまざまな、家族とかわがまま、などのお店が出てきて、こんな感じで日本とあまり変わらない寿司刺身もおられるようになる。ただ日本の味とちょっと違う、エジプト化してやってるものです、エジプト人がちょっと味濃いが好きなので必ず香辛料も入れたりとか、それから油で揚げる場合も、ちょっと炙ってる魚も結構おられてるところです。で、で、私はアンケートをした結果はこちらが書きますけれども、で、この若手たちはなぜ、200人の答えになった、のまとめになりますけれども、なぜ日本のアニメ好きというの結果はこちらになります。日本の文化や社会の特性などがうまく紹介しているものだから、で、温泉文化とか礼儀に対する見方は面白いという答えもありました。で、次は主人公が諦めないで友達を大事にすること、友達の信頼関係もよく表すと。で、ストーリーは構造が深い、それから典型的ではない、つまりそのやっぱりいろんなものも期待できない。
最後にどうなるのか全然理解できないなんて非常に面白いとか、写実主義描写される方もあります。で、これも大事です。4番のは主人公の家族の関係を見ると自分の家族も思い出す。それはつまりモラル的なものも場合にもあります。考え方は客観に取り込んでいるということと、最後の5番の形式上妥当的なものも含まれております。で、こちらはメインとなりますけれども、彼たちがそのまま日本語アラビア語を用語します。で、ポイントです。この人たちはすでに日本語を勉強している人たちではないです。きっかけになってアラビア語そのままの、まあ、アラビア語の文字でそのような名義を書く場合も出ていますので、ちょっと時間との関係でこの部分も省きますけれども、私は何が痛いか、その一体のものですね。やっぱりみんなは日本のアニメーションの国、または本当に、相当の、大体1週ぐらい、1週間の間に50回転のアニメも放送されている国となってて、非常に大事なものとなりました。で、世界も変わってきたところには、やはり日本から遠い時期までに、そんな、アニメのイメージ、またはアニメの影響力があるということが非常に、大きいと思わないと思ってて、こちらの発表もしたいなと思います。で、最後はですね、外部大学の先生たちもどういうふうにアニメを利用して学生たちに影響を与えるとか、学生たちの日本語を利用して、どう使えばいいのかということも今日誌でやっていることとなります。だから、本当に、私は痛いなのはアニメの暴力的、それから H のアニメともさまざまな、変なアニメもありますけれども、彼らたちエジプト人の若手も平気で H のアニメはどれがいいかとか、それから暴力のアニメはどれがいいのかとか、そういう平気でみんな議論しながらやってきているなので、そういったアニメよりもちょっと日本の心のよく表れる、ものがいいかどうかなと思います。つまり隣のトトロとか、それから千と千尋みたいなものがあればどうかなと考えております。それが日本人としては皆様が責任を持っているだろうかと思います。で、ちょっと、雑把な話になってしまいましたなんですけれども、やっぱり少しでもエジプトの現状、また若手たちの、様子とかアニメ